あのバカチャンネルは100万円から始められてデータに基づいた効果測定もできる運用型テレビ CM サービスのテレシー様とフェアに挑戦できる未来を作る国内シェアナンバーワン日本初の株式投資型クラウドファンディングファンニーノ様の提供でお送りします。いつもハードシングス先輩ご視聴いただきありがとうございます。司会の森マリノです。今回のゲストは前回に引き続き株式会社ネイチャーフィットネス代表取締役の奥本ゆうきさんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はですね、このヘルシーの見た目から想像できない明るい元気な不登校児だったという経歴を伺いました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。前回ではそんなに辛かったとか苦しかったみたいなお話聞けなかったですけど、まあ、もしかしたらこの明るい性格でね乗り越えてもらえたのかもしれないですけど今回のこのハードシームスではそこを深掘って聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは奥本さん、一つ目のハードシングスお願いします。はい、迷宮入り事件。おお、真実は分かってない。まだ分かってない。分かってない。そうですね、なんか、そうなんですね。もう起業した時、最初個人事業主からスタートするじゃないですか。もともと病院でその働いてたところから病院辞めて自分のフィットネスジムを立ち上げようと、銀行から1000万円の融資を取ってんですね。でも1000万だとフィットネスクラブなんてとてもできないんですよ。トレーニング用の器具高いですね。高いんですよ。テナントを借りて内装とか入れるともう500万とか、手作りレベルにしても500万ぐらいになっちゃって、じゃあ残りの500万でフィットネスマシン入れてくださいなるじゃないですか、メーカーにこう見積もり出したら大体ね4台ぐらいしか置けなかったんですよ、逆に言うとお客さん4人しか集められないみたいな感じになっちゃうんで、でもこれ以上お金引っ張れないから何か方法を考えないといけないなと思った時に、メーカーからじゃなくてメーカーが仕入れてる工場から直接買ってやろうという考えに至って中国とかの工場に連絡をしていったんですね。そしたら個人事業主だと貿易ってできないんですよ、輸入貿易が。どうしようかなって思った時に、別に自分で輸入しなくてもいいじゃんと思って、周りの知り合いの社長さんとか友達とかに代わりに貿易してくれないかと相談していくと、あ、そういえば知り合いに興味ありそうな人いるからその人にお願いしてみたらって言って紹介してもらった方がいるんですね。渡りにもうお願いしますと、高校でフィットネスマシンを輸入しないといけないんでお願いできますかって言ったら、いいよと。っていうか高く売ってるものをそんな値段で仕入れられるんだったら一緒にビジネスしようよ、当時のその知り合いの知り合いに人に言われて、話が早いですね。話が早くてその方に輸入を代行してもらったんですね、で僕 YouTube やってたんで安く仕入れられますよっていうのを公開したらたくさん販売できるんじゃないかってこの方に言われて、確かにそうですねと、元値でも輸入してもらって同時に一緒にビジネスを始めたんですね。でその時に僕が YouTube でそういうのを出してお客さんを呼んでくると、でこの人が作ったホームページにこうお客さんの問い合わせが入って、で僕がフィットネス詳しいしお客さんのさばいて売り上げの 10% ぐらいを手数料としてもらうみたいな話で一緒にビジネスをスタートしたんですね、でいざマシンがバッて届いたら、届いたマシンの5割ぐらいが不要品だったんですよ。半分も、半分が、で袋から開けると赤サビがブワーって出てきて、そのレベルの不良品です。やば。オープニングでケーブルとか3本ぐらい切れて、で YouTube 出しちゃってたんで、問い合わせが殺到してたんですよ。だけどここの社長さんがその 10% の手数料を多分僕に払いたくなくて、全部自分でさばいたんですよ。でもフィットネスのことも知らなければマシンの名前すら知らないんで、で阻害品じゃないですか、ダメな製品じゃないですか、それをバンバン売ってたんですよ。僕は全く聞かされずに、ある時スポルテックっていう展示会で奥本さんの YouTube を見て、マシン購入させていただきましたっていう人がいっぱい来たんですよ。でその人たちが届いてない人もいれば届いてる人もいて、直接僕にここに通さずに、ここでこうなってるけどどうなってんのっていう風に言われて、こんな人にまずマシン入れてたのみたいな話になって、その人とちょっと言い合いになって、蓋開けてみると元値で仕入れてると思ってたマシンも利益が結構乗ってて、そうだったんですか。普通に僕マシン買ってたんですよ。抜いてたんですか。抜いてたんですよ。抜いてたし 50% ぐらいぶっ壊れてるじゃないですか、これの対応も一切してくれない、でお客さんも同じような状況の人がいて、わーみたいなそんな不貞野郎ですね。そうなんですよ。でその後そこはどう解決したんですか。で僕の YouTube を見て購入した人はここの会社から購入してるんで、もうこことのやり取りでなんか多分ね裁判になっ
裁判っていうか、訴えるとか訴えないとかっていう話になってたんですね、うんうん、でもなんかそれをこの人はなんか貿易のなんか保険がどうのこうのとかなんかよく分からなくて言ってたんですけど、うん、実は僕も同じような状況でこういう状況なんですって説明したら、うん、あ、そうなんですねみたいな感じで、僕はもうその時にすいませんけどもう縁切りましょうという話になって、今もその方はどこにいるかも分からないし、何してんのかなみたいな怖い話。そうなんですよ。それは年上の方だったんですか？上ですね。そうやってなんか有望な若者を別にしてきたんでしょうね。だからまあ合わなかったですね、本当に。許せないな。僕の周りのそのフィットネス YouTuber とかインフルエンサーにもバンバン声かけていって、でその時も僕がこういうふうにインフルエンサーを使ってフィットネスマシンを告知していくと売れると思うんだよねって、こうそういうビジネスモデル言ってたのを僕の友達に直接直で交渉行ってるんで、でもこことここは僕仲いいじゃないですか、だから付き合わない方がいいですよみたいな、そういう感じでしたね。ビジネス始めたての時って協力してくれるよって言ってくれる大人ってすごい頼もしいし、そうですね、ぜひってなっちゃうかもしれないですけど、一旦待って周りの方に、ね、相談したりとか、まだリーグだよみたいな感じで乗っかるのはもしかしたらちょっと早計かもしれない。もうあるあるだと思います。この事件があって得た教訓っていうのは、人にお願いする時ってスタッフのことを信じるの大事なんですけど、自分の知らない領域のことをその人を 100% 信じて全任せするっていうのは僕は違うと思うんですよ。大方の知見とかノウハウはやっぱ社長は持っておくべきじゃないかなと。 ね、そもそもじゃないと把握ができない、うんうんうん、合ってるか合ってないかの判断もやっぱり知識が必要だから、プロフェッショナルに任せるっていうのも大事ではあるけれども、うん、ちゃんと経営者としてもいろんなことをまんべんなくしておくのがいいかなということですな、それでは奥本さん2つ目のハードシングスお願いします、はいはい、会社が残り3ヶ月で潰れます事件今からじゃないですよ、ね、今じゃないです今じゃないですけど、コロナがこうバーって日本でニュースになった時に、カラオケとかフィットネスジムっていうのが一番影響打撃を最初受けていて、飛沫がすごい飛ぶし、そうなんですよ。コロナのニュースが1月に出てから当時売上の 90% ぐらいがフィットネスマシンの販売の売上だったんですけど、1月から問い合わせがもうゼロ、皆無になって、減ったとかじゃないですね。でもフィットネスマシン輸入するためのメンバーも雇用してるし、倉庫も100坪ぐらいの倉庫に2つ借りてたんですよ、うん、当時コロナ関係なく自宅用のフィットネスマシンも販売しようと準備してたんで、100台の家庭用の有酸素マシンとかも倉庫に全部眠ってたりとかしてる時にコロナが来て、ずっと売り上げがない、一件も納品がないんで、フィットネスジムの売り上げだけが入ってるみたいな、赤字が300万とか400万とかがずっと赤字が続いて、コロナ融資っていうコロナのダメージ受けた人の融資があったんで、それを銀行から借りて繋いでたんですけど、コロナがずっと続くんでそのお金もどんどんなくなる。で銀行に相談したらもう借りれませんと。当時の CFO が3ヶ月後に潰れますっていうのをずっと言われ続けて、銀行からもお金借りれないし動かせなくなっちゃったんですよ。要はお金が少なすぎてこういう事業にピポッとしようみたいなこともできなくなっちゃって、気づいてないんですけど多分メンタルに来てたんですね。心臓がこう異常な鼓動をし始めて、夜に急に心臓ってはっって目が覚めたり、朝6時ぐらいに悪夢見てうーってうなされて目が覚めるみたいなのを繰り返していて、ある時朝起きて立ち上がった瞬間に脈がなんかずれてうって倒れそうになって、これ俺不整脈かもしれないと思って病院に行ったら不整脈だったんですよ、まさにまさにまさにこのままだと危ないんで検査をしてくださいって言われて、最初は週に2回心電図つけて家に帰って1日過ごしたりとか運動検査とか病院でしてたんですけど、それがまあ6ヶ月ぐらい続いて、結構長かったですね。いろんなことが重なってて、過労もあったしストレスもあったし、ご飯も食べずに仕事してたんで、そういうのが全部重なって3ヶ月に会社潰れるかける不整脈みたいな状況になって、体に良くないことの数え役満みたいな感じになってますね。そうなんですよ。人に任せるのが苦手だったんで、ね、自分で背負い込みすぎて。そうです。でもそれは多分先ほどの事件の詐欺師まがいのやつのせいですよねそれは逆にね、逆にそれがあると思います。それで学んだのは、やっぱ人に任せ仕事を任せないといけない。その時ぐらいから労務管理をものすごいまず綺麗にした、うん、これは社員も全員そうだし、しっかり休む、自分もタスクをまあ人に振って休暇を取ると、で今は割と土日は休めてますね。そうなんですね。っていうのがすごい学びを得たところですね。よかったよかった。まあ、僕らだとこう IPO とか目指してるんで、まだ道が長いじゃないですか、うん、で考えるとやっぱりライフスタイルのバランスを取りながらやっていくっていうのは絶対大事だな。短距離走じゃないですか。じゃないですね。短距離走、自分のペースをちゃんと守って走り切ることが大事ですか。そうです。そういうことです。それでは最後3つ目のハードシングスお願いします。はい、離婚の危機。
理由は何だったんですか？まあ、単純にちょっとさっき話した過労、僕実は子供が2人いまして、年子で、僕ベンチャーじゃないですか、過労なぐらいこう働くと、家にほとんどいないんですなかなか育児にそうなんですよ。そもそも奥さんとかは僕がどんな仕事してるかもあんま知らないし、プライベートと完全に分けてるんで、ただもう家にいることが少なすぎる。そっかそっか。ここで、まあ、少しずつこう狭間が出てきて、多分向こうはフラストレーションも溜まってたと、で僕は僕で忙しいから、家に帰って例えば子供と遊んでよとかやったらもう疲れるなみたいな、これまあみんな経営者で経験してると思うんですけど、僕高知県のその四万十市で住んでるんで、南海大地震が来るんですよ、今からこうもっとサービス伸ばそうと思ったら人材がいなさすぎて、なんで今回資金調達させてもらった時にオフィスを移転しようと、で東京に行こうと、もういきなり嫁に東京に引っ越そうかみたいな急だなみたいな何言ってんのみたいな、もう保育園も行ってるし、私は残りたいと、で僕はいやいやいや南海大使も来るし、会社も成長フェーズだから県外行くぞと、っていうのでぶつかり始めたんです。なるほどね。ちょっと意見が意見が合わなくなって、2週間ぐらい口が利かなくなっちゃって、ある時こう真面目に話してるようになって、言い合いがバーってなって離婚した方がいいんじゃないかみたいな話にそこまで発展しかけまして、それはでも嫁が折れてくれました。あ、そうなんですね。でも僕が言ってることを理解してくれて、で仕事の説明とかもして丸く収まったんですけど、まあ、そういう離婚の危機がついこの間まであったっていうのがあって、でどこに着手したかっていうと、東京じゃなくて高知から岡山天才も少ないんで住めるし、3、4時間かかるんですけど高知に帰れるっていうところで着地して、なんとかこの問題はクリア、妥協点は岡山したんですけど、ベンチャー企業の社長で結婚してたら多分、ね、全員経験すると思うんですよ。そうよな。私は未婚ですけど、周りの結婚してる友達で、とにかく育児にコミットしないと、夫がみたいな、その話はよく聞く、本当に聞く。これはね、もうね、どっちも悪くないと思うんですよ。そう、どっちも悪くない。どっちも悪くないんですけど、まあ、お互いがお互いのことを理解するのと、価値観って絶対違うんで、お互いが向こうの価値観を主張し合うことがもう継続の鍵。そうね。でもそれで逆にお互いの不満を言い合えたんで、今はもう仲良く。よかったよかった。本当にお互いの気持ちとか状況を理解するのは難しいかもしれないですけど、想像するっていう余地を、ね、自分の中で作るのが大事ですからね。やっぱり休まないといけないですよ結局。本当にそれ、休んで家族がいる人は家族と、まあ、あの時間を共有してっていうのが大事ですと、そういう答えですね。以上3つ奥本さんのハードシェフス伺いました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。働きすぎ良くない？良くないですね。自分に合ったバランスがもちろんあると思うので、人の真似をせずに、ちゃんと自分に合った働き方で、成功へと着実に歩んでいってくれたらいいなと思います、はい、僕もまだ経験が浅いんですけど、まあ、休みは大事ですという結果です。そういう動画でした、はい、そういう動画です休みは大事、はい。皆さんご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、コメント、高評価などもよろしくお願いします。それではまた来週。はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。あとちょっとだけお時間をください。スポンサー様のご紹介動画をどうぞ。急成長するスタートアップの強い味方、フリーカードアンリミテッド誕生。限度額は一般法人カードの10倍以上。月締めできる明細連携、フリーカードアンリミテッド。フリー。ハードシングス先輩は経営者やビジネスパーソンの先輩のハードシングス、人生の困難を乗り越えてきたお話をおよそ10分でご紹介するチャンネルです。この動画を通じて一人でも多くのこれから起業したいと思っている方、もう起業されている方の背中を押すお手伝いがしたいという気持ちで頑張って発信していきます。チャンネル登録お済みでない方はぜひ登録をお願いいたします。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。